サントリーホールができたことによって日本の音楽の一つの何て言うのか核ができたとね、私は思うんですね。それから一つの、そこが権威といったら、まあ、今そういう言葉あんまり流行らないからあれかもしれませんが、そこで弾くということが非常にね、演奏家にとって、プライドに非常に誇りに思うこととつながっていく。それから世界的にもやはり知られて、ですから何か、私昔ね、イギリスのリーズの国際コンクールの審査員を頼まれて、ところがちょうど頼まれたすぐ後にサントリーホールで演奏会が、それちょっと重要な演奏会だったんですね。でいろいろ考えた末に、申し訳ないけど東京のサントリーホールでどうしてもこれはやめるっていうかお断りできない演奏会で、だからこちらをねやりたいので、って言ったらリーズの方が納得してくれたことがあったんですね。あそこで弾けるということが一つのキャリアにねなって、そういう意味での、その何て言うの、拡張というか、こういうものを持つコンサートホールっていうのは日本にはやっぱり一つしかないんじゃないでしょうかね。でもそれが30年ですからね、本当にすごいなと思いますね。日本の風格とか、やっぱり気品とか品位とか、そういったものがどうしても感じられますよね。音楽と申しますのも、社会の変化とともにいろいろと変わっていくので、そういう中でね、やはり伝統を守り抜くということは非常に貴重なことだと思います。で、サントリーホールにいらっしゃる、もう聴衆の皆様も、30年という歳月は一つのジェネレーションがもう交代して、新しいジェネレーションになって、そして、まあ演奏家も変わっていく、そういう中で伝統を受け継いでいくということが大変大切なことで、それをそのサントリーホールでは実現してらっしゃるんではないかという気がいたします。